Watch me. I'ma get it how I wanna get it, you don't get it. I can do anything, I don't got a limit. I'ma make my mind up, I'm committed. It might take some time, might take a minute. I won't give up, I don't give in this shit. I'll do what I want. はい、こんにちは、クラウドです。ということで今回は壊れたラケットが1本復活したんで、それについて話していこうと思います。で、壊れたラケットっていうのが以前動画でも話したと思うんですけど、こいつです。オーラスピード 90K2 です。こいつが復活しましたね。以前はこのグリップエンドの部分、このキャップの部分がすっぽ抜けて壊れたんですけど、まだ保証期間内だったので、ビクターさんにこいつ出して新品で帰ってきました。で、まあ以前オーラスピード、ハイパーソニック、今後ろにあるやつも、ここの後ろが取れたりして、今回も取れたりしたんで、ビクターさんにも少しだけ話を聞いたりしたんですけど、やっぱりここの部分フリーコアになってから壊れたりすることが多いみたいなんで、今後改善されていくっていう風には教えてもらったんで、今後これから新しく出るラケットとかは良くなっていくと思いますね。多分こいつ帰ってきてから2週間ぐらい経ってると思うんですけど、今んとこ壊れたりするような様子もなくて、これからもしっかり使っていこうと思ってます。今ビクターさん55周年でシューズ、ラケットとか、あとはまあユニフォームとかタオルとか、その辺が55周年モデル出てると思うんですけど、今売ってる55周年モデルの復刻版ブレイブソード 12SE だったかな、もフリーコアにグリップのとこなってるんで、それも改善されてきてるんじゃないかなとは思ってます。で、いつも動画に出てくれてる M もこの 90K2 とオーラスピードの 100X 使ってるんですけど、その2本どっちもグリップフリーコアなんですけど、 M は今んとこ壊れたりしてないみたいなんで、壊れたのもたまたまなのかなとは思ってます。ラケットはどうしてもダブルスとかやってたら接触したりして折れることもあるし、ひびが入ってだんだん壊れていったりとかすることもあったりすると思うんで、どうしても壊れるのは仕方ないのかなとは思ったりしてますね。ダブルスでラケット折れた時って皆さんはどう思いますか？接触して折れちゃってめっちゃ謝ったりとか、全然何も言わない人もいたりしてとかで意見が割れてくると思うんですけど、自分は、まあ、折れても仕方ないのかなと思ってるんで、自分のやつが折れた時はあんまり気にしてないというか、そんなに謝らなくてもいいのになぁとかは思ったりしますね。もちろんラケット自体安いものではないので、いろんな意見あると思うんですけど、まあでもやっぱり2人でねダブルスやってるんで、どうしてもこう振った瞬間にガチャッとなったりすることはあるし、ラケットのフレームなんてね、こんな風に接触して傷ついたりすることとか全然あると思うんで、これだってもしかしたら接触して折れてたかもしれないっていうことになるんで、まあまああんまり自分は気にしないタイプですね。皆さんはどっちのタイプになる？ラケット折れたらやっぱ謝るのはもちろん当然だと思うんですけど、めっちゃ謝ってほしいとまでは思わないですね。謝ってくれてラケット直ったりするんだったら謝ってほしいですけどそんなの多分ありえないんで、まあ、折れたら折れたでね、自分のが折れてたかもしれないし、もしかしたらペアの人のが逆に折れてたかもしれないんで、どうしようもないのかなって自分はいつも思ってますね。でもビクターのラケットは接触してもあんま傷がなかったりとか、折れにくいなーって個人的には思ってるんですけどね。このリューガ2はここ接触して折れたんですけど、今んとこ自分が持ったり買ったりしたラケットの中ではリューガ2だけが唯一折れましたね。ダブルスでレシーブした時に接触して折れたんで、まあ何とも言えないって感じなんですけど、他のラケットはこのリューガとかもショーに貸したりとかたまに接触したりはしてるんですけど、今んとこ傷は全然ないですね。まあ基本シングルでしか使わないから何とも言えないんですけど、このハイパーソニックも
傷はないですね。もちろんこの90ケースも帰ってきたばっかりなんで傷はないんですけど、自分はあんまラケットを折れたりしないんで、たまたまなのかラケットのおかげなのかはよくわからないですけど、今までやってきた中でも多分5本か6本くらいしか折れたことないんで、少ない方だと勝手に思ってます。さっき話した55周年のブレイブソード12も気になるんですけど、値段がめちゃくちゃ高いんで、って感じですよね。買った人いたら使った感じどんなだったか教えてほしいんですけど、ブレイブソード12もちょこっとだけ使ったことあるんですけど、自分はちょっと使いこなせなかったですね。シャフトも硬くて、ヘッドも少し重かったんで、カッチカチのラケットでした。それこそハイパーソニックぐらいカチカチで、ヘッドがさらに重いみたいな感じでした。ちょっと話が変わってきたんですけど、今回はこれで動画終わろうと思います。また何かあったりしたら動画にしていきたいと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。Like LeBron, though, or like Lonzo. Ooh, I'm a baller, yeah, shot caller, yeah. They love me, you can't touch me, nah, can't trust me. I'm too